ラ光るピカピカポケットにチュッチュッチュ、まだ見ぬ先へ僕たちならどこだって行けるよ。くる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 回る絆は笑い飛ばせらったんだ。君と交わしたあの約束を果たすその先まで、キラキラって曲でした。初めましての人が多いと思うので、初めましてりょんりょんって言います。普段ポケモントレーナーとして活動させていただいている方から、趣味で弾き語りをやってるんですけど、人見知りが激しいので、今のところ僕出演者の方たちと何も喋れてないなので、話しかけてもらえないと話せない人なんで、今日お世話になりますりょんりょんですとも誰にも言ってない状況なので、ちょっと お願いしますってことで。で、あとですね、はい、じゃあ次行きます。ではオリジナルを歌いますので、改めまして、君が大好きです、伝わってるとは思うけど、僕はサプライズが好きだから、こんな曲を作ってみました。振り返っていきましょう。一つ告白、みんなの前でライブの途中に大胆に、二つタップでまさかの忘れ、これには驚き失敗、三つクリプレ第二弾のペアリングすごく可愛い、これからも期待しててね、立派な彼氏でいたいから、大好きだよ僕は、どんな時も君の笑顔で頑張れる、君はいつも僕のサプライズにありがとうって笑ってる、楽しいデートは彼氏の僕にお任せあれ、来てくれてるので、なんか喜ばせることが好きなんですよ。単純にああ嬉しいじゃなくて、なんかえみたいな喜ぶ顔がすごく好きで、それで、まあ、なんかいろいろ
知恵を振り絞り頑張って驚かせようって思って付き合ってもらってるんですけど、なんかこれからもいろんな、なんか驚きが増えればいいなと思って書いた曲です。はい。で、さっき言いかけたことなんですけど、僕オープニングアクトって初めてで、先頭バッターで歌うのが初めてなんですよ。だからなんか緊張がすごくて、リハーサルの時全然声出なくて、多少マシにはなってるんですけど、まあだからって言うとオチもないんですけど、ちょっと MC が下手なので最後の曲を歌って次に回したいと思います。最後の曲は多分僕の中で、僕のオリジナルの中でリスナーさんから、まあ、1番か2番目のなんか人気になってる曲で、2つあるんですね。なんか僕の代表曲といえばこれとこれみたいなのがあって、1個が今から歌うこいつ麦っていう曲で、もう1個がまあ、ポケモンが大好きなんで、ゴーカザルの歌っていう、ポケモンのゴーカザルをイメージして書いた曲があって、その2つなんですけど、まあ、一応アコースティックライブでこっちがドラムが使えないので、まあこいつ麦かなと思って、ちょっと恋愛ソングが3曲続きますけど、もともと僕なんか頑張れみたいな曲歌えないのでまあいいかなと思いながら、じゃあ今度は最後なのでフルで歌わせてもらいます。じゃあ聴いてください。
でした。ヨンリョくんでした。はい。はい、はい、はい。どうでした下北沢おとくらは。いや、ちょっと緊張で何が何だかわからないまま終わった感は。え、緊張？なんか全然してないように見えました。喉の渇きが今ものすごくやばいんですよね。はい。それで。そう。はい。うん。カラッカラのまま歌っちゃったので。はい。あららって感じです。あららで、いやいや、まあね、いろんなことはあると思うんでね。はい。なんか大手何これ、音楽塾？あ、音楽塾は、はい、音楽塾に通ってました。通ってたの？生徒として？生徒です。あ、生徒でね。生徒っていうか、なんか塾生みたいな。塾生、はい、塾生されたんですか？塾生もされました。本当に揉まれに揉まれて挫折をしました。じゃあ挫折をしてでもそこでなんかその曲作曲能力を磨いたと。はい。照明ね、多分ね、もうちょっとこっち側に寄るとね。こっちですか？あ、いいですね。照明当たりましょうよ、照明に。あ、僕の話ですか？そうですよ。はい、はい、すいません。暗いところに立っていてもしょうがないんで。はい、はい、そうなんですか。そこはなんかじゃあ結構有名な音楽塾で。一応かなり有名なアーティストが出てるので、はい、なんかZIP とかでも紹介されたりとかする。ZIP？ はい、ニュースの、はい、紹介されるようなところです。あ、すごいところだね。ちなみに出身はどこなんですか、ルンリョ君は？僕岐阜です。岐阜？はい。そうなんだ、岐阜か。岐阜もうちのイベントキャスルズとかね、キャスルズ名古屋とかキャスファイル4というコンビネーションあるんですけど、岐阜出身結構多いですよ。いぶきくんとかもそうですよね。あ、知ってますか？はい、うん、いぶきくんとか、あとは片桐ちゃんとかね。はいはいはい、はい、あと彩香ってアーティストもいますんで、はい、岐阜多いですね。そうですね。じゃあそこの岐阜城とか毎日見て育った感じで？いや、全く見てないです。岐阜城があるとこと真反対のとこ住んでるんで。え、飛騨？いや、なんか岐阜って三角形みたいな感じじゃないですか。はいはい。で、僕は右下のとこ住んでて。右下。名古屋まで電車で20分の。ああ、犬山とか。そうです、あっちの近く。そっちの方です。はい、いいじゃないですか、犬山城。てか城の話しかしてないけどねさあ、下北沢ポケモンなんかいました？いや、まだちょっと何も見てないんですけど。そうなの？僕ポケモン GO じゃない人なんで。はい、あ、なるほどね。はい、DS の。そっか、はい、GO じゃない人ね。はい、わかりました。一応今世界がで、13位まで登ってここまで来ました。はい、わかりました。そんなすごいんだ。わかりました。そこら辺はじゃああとは続きは物販席でお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ということで、りょんりょん君でした。ありがとうございました。ありがとうございます。